お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、新環境にね、まあ、なりましたと言ったところで最新デッキの方を紹介できればいいかなと思います。だけど今日はですね、このザッピースケラですね。はい、今回はザッピーが強化されましたという感じですね。で、他にまあ調整されたカードがまあ何枚かあるんですけど、ですね、ヒースピですね。はい、ヒースピが下方、範囲が下方されたみたいな感じですね。で、あとは、ファイスピ、ファイスピどれだ？これですね。本当に、誰も使ってる人いない。このカードが強化されて、範囲が、なんか、最初は、ダメージが強化って言われてたんですけど、そこが、こう、範囲が広くなった。なんか、そう、ダメージは間違えて、範囲が広くなって、ガゴ漏れとか、なんかまあそういうの処理しやすくなった、まあ、みたいな感じです。なので、ファイスピが強くなったことによって、こう、ファイスピを無限にね、出してくるオーブンもね、まあ実質強化されたんじゃないかなと思います。個人的にオーブンは結構ね、なんかありというか、すごい流行ると思ってます。まあ個人的にね。はい、ただ予想なんですけど、まあそんな感じですかね。あと1枚、なんかあった気がするんですけども、あった気がするだけで、あれ？もう一個強化が。ザッピー、まあ多分ここで調べれば一瞬でわかるんですけど、新環境のどれだ？これか？さあ、あります。あ、ボンバーですね。ボンバーが強化というところで、まあ正直そんな興味ないって感じですね。やっていきます。なんかボンバー、ゴレに入ってる印象しかないですね。他のデッキに、なんかあんまり入ってるイメージがなくて、まあゴレ使ってる方からしたらすごい強化なんじゃないかなと思います。他のデッキにね、あんま合うイメージがないですね。なんかマルチの上位に、ペッカボンバースケラー使ってる人、バルーン、ペッカボンバーバルーンスケラーとかね、すごいデッキ使ってる人もいるんですけど、もうその人とゴレ使ってる人しか喜ばない習性な感じがしましたね、ボンバーは。まあなんかこう、僕、ロイフグとか好きなんで、たまたま被害受けちゃってるんですけど、まあ、そこがいいかなというところです。さあ、今回、相手はインドラですね。こう、ザンピー、初速ですね。はじめに、相手のターゲットを捉えてから、まあ、攻撃するまでが早くなりましたよと、まあ言ったところで、まあ、こう、プリンスの突進とか、まあ、やっぱ衝撃が早いのって結構大事だと思うんですよね。そう、出してからすぐに活躍する。こう出して攻撃するまでの間に、なんかファイボとか打たれて処理されちゃうとか、まあよくあるので、結局なんかこう、場に出てから少しの間でも、こう活躍してくれたら、まあそれはそれでいいよねっていうような感じですよね。さあ今回、相手ラバなんですけど、このザッピーくんがね、どれだけ活躍してくれるのかすごい見ものですね。というわけで、ザッピー活躍したからすごい、疑惑なところなんですけど、多分活躍しましたね。いや、でかいですね。で、バルーンに対して、まあ、ザッピー、前まで、まあ、強いわけではなかったですけど、まあ、弱いわけでも、まあ、なかったけど、どうだろう、バルーンあんま止まんなかったけど、今回すごいバルーン止めてくれますね。出してからすぐにバルーン、プププって止めるので、まあ、非常に優秀な感じありますね。まあ、ザッピーのデッキだったら他にはもうなんか、スケラーこれか、ロイホグぐらいしか思いつかないですけど、まあなんか、全然ね、すごい強そうな感じがしてます。という感じで、これスケでも出しとけば、インドラ来た時に、あ、これボーポイで全部処理します。ザッピーがね、いいですね。いい味めっちゃ出してますね。で、これ相手、ヤナメザップだったと思うんで、このザッピーがね、マジでしんどいの、相手からしたら。で、ここでもうスケラ打っちゃって、この間にマスケでもうラバ溶かしに行っちゃいますね。よいしょ。で、相手はインドラぐらいしかないですね。インドラ出てきたらザッピー届かないんで、まあ、一旦待って。いや、これ、やばくないですか？ザッピー止めすぎでしょっていうぐらい、まあ、止めてくれてるんですけど、これ、ボーポイ貼って、ボーポイの、まあ、ザッピーの、どんぐらいか、すごい疑惑、わかんないんですけど。いい！ザッピーがめちゃくちゃいい。で、これはさすがに、受けがいります。よいしょ、という感じで、今、スケドラ相手が持ってそうなんで、まあ、ババカスケドラなので、一回これ待って、受けからいきます。
この相手がファイブを持ってない時とかポイズンない時のこのザッピーの無双ぶりがやばいですよね。よいしょ、まあ、ライトニングとかでもねザッピーやっぱ無双するんで、これスケドラいないターンなのでこれ結構うざいと思いますね。まあ来てババボーイとか OK、 ザッピーが止める。でここまあスケでなんとなく延命しつつ、お落ちていく、さあグッドゲームですね。今またねザッピーが2周目回ってましたので、さっきもなんかラバタ当たったんですけど、そうライトニング型、そうザッピーがマジで無双するんですよね。あ、もし相手がファイボだったとしても、まあそれはそれでマスケが生きるとか、まあこのデッキ自体結構回転が早めなので、まあ、ザッピー2周目とか、まず、あ、ザッピーの強みとしてはセパレート、やっぱそれが強いですね。てかスケドラも強いのはセパレートできるところで、まあ、ザッピーもセパできるっていうところで、まあ、ファイボ持ちにもまあ多少は活躍してくれる、1体だけは残ってくれるみたいなっていう部分があり、こうまあセパレートできるようにいったら基本的に強いですよねと、まあ、言ったところで、これスパーキーの受けられなかったんで防衛スケラしてね耐えます。よいしょ、最後スキ湧いて、あーオッケーで、しかもなんなら初速が速いことによって、いやこれ前までだったら絶対今リセット間に合ってなかったんで、初速速くなったことによってこれもね多分止めるのが早いですね。さっ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 さ、こっち来んなと言わんばかりにザッピーが働く。でこれ突進入るかな、一応スケで出しときますか。で今回相手はスパーキー、あーエッチだな、エッチですね。まあこれはとりあえず安牌、とりあえず安牌からの、まあナイトスケラーしちゃっていい気もするんですけどね、なんかガゴムレがいたな、ガゴムレがスケラーしてガゴムレが嫌だな。あでもマスケなら、まあまあまあ、これポイズンしていいけど、ポイズンしていいけど悩むな、悩むけど打っていい気もするっすね。いや打たなくてもいいな、タワー折れましたね。なんなら、なんならタワー折れて、エリポンだけをどうにかしたいんで、一旦エリポン壊しちゃいますね。よいしょ。オッケーオッケー。いやー、いいですね。ザッピーが非常に活躍してます。で、ここで、さらにザッピーですね。いや、しかも、この、セパレートしてることによって、この、いや、まだ頑張ってくれそうですね、こいつら。初速も早いので、いい。え？めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いててててて。で、まあ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 、こんだけ耐えれば十分でしょうという感じですよね。まあ、あと相手スパーキーだったので、スパーキーどうするって感じですよね、マジで。ポイズン2周回すっていう説もすごいあるんですけど、まあ、防衛スケラーして、ボーポイ貼れば多分守れそうですね。はい、防衛スケラーしまーす。で、これちょっと、あ、初速早いんだ。オーケーオーケーオーケー。いいね。あー、これちょっとやばいか、これちょっとやばいか、うーん、これちょっとやばい気がするものの、いや気合で、あー気合で耐えれないですねこれ。あー、いてててて、ちょっとやばいですね、ちょっとやばくなったんですけど、まあ、右も入ってる、よいしょ、ここだけは、ここだけは、オッケーオッケー、いや耐えれれば耐えれれば、あっつあっつあっつ、カウンターですね。でスパーキーが来るとすごい嬉しい。いや、これ美味しいですね。これだって囲んであげて、スパーキーがだってこう無能になるんでね。ここ結構いい。しかも、ザッピー初速が速い。いや、待って、フルカウンター来る。おー、曲、ナイスナイスナイス。あー、スパーキーはね、マジであれが良くないですね、今みたいな。そうそうそう。いや、オッケー。しかも、なんなら初速が速いから、耐えれる。いいです。いやー、いいカウンターです。このマスケはもうどうにでもなるって感じ。もう僕はザッピーだけ引き連れてね。あとはもういらないです。はい。はい、ザッピー。ザッピーのターン。いや、なんならこれミニペック来るんで。もうザッピー。いや、いや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 、あ、待って。調子乗った？うわ、危ない。危ない危ない危ない。これ、カウンター来てたらワンチャン負けてましたね。まあまあ、ザッピー、初速が速いだけでも、こう、突進、プリプリ系を受けれることであったり、まあ、対応がやっぱ、結局、初速速いのは大事っすよね。マジアチャもなんか、前、投げる、打つまで遅かったんですよね。だから遅くなる火砲が来てから、初速が多分遅くなる火砲来て、全然使われなくなったんですよ。けど、ちょっと戻って、まあ強くなったみたいな。まあそんな感じ？なんかよく覚えてないんですけど、まあそんな印象があったので、結局、殴る速度っていうか、初速大事なんですよね。
なんかガガムレとかギャングとかもなんかこう出るのがゆっくりになったりっていう過程ありましたけど、ユニットが出てから結局活躍しちゃうと、まあ処理されてもまあそれはそれでもいいみたいになっちゃうので、ああこれやばいっすね。僕のナイトだって今スパーキーに打たれる必要あったかなっていう。いやでもザッピー、やばい、負ける。これ気合で耐えたいと思います。いや噛んでるから止まらなさそうだな。これでもザッピーでさ囲んであげたらダメかな。あ、いやむず、ザッピーの気分がそんなだったな。あ、でもなんか耐えれそう。ん？耐えれそうな気がしてる。うわ、いやこれ入るな。いや痛え。いやこれ、いやこれ一発耐えろ。おー、キャーキでかいよ、でかいよ。ザッピーのゲーちょっと下手でしたね。なんかもうちょっとできそうだったけど、まあ後ろミニピーメが来たから1個捨ててもよかった気がしたな。これどうせ守れないっすね。いやー気合で守るか。なんか捨てるのもったいなくなっちゃいますよね。うん、じゃあ生きて、これマスケスケでいい。もうなんなら普通でいい。普通に守る。うわー、うわ待って、タゲがおかしい。あー、いいスピードだ。いや、守れねえっすね。いて。あー。これ、スパッキー、いや、でも最初が良くなかったっすね。最初のなんだ？ちょっと受けがちょっと下手でしたね。あー、やべ。俺は勝ちたいよ。てか、スパッキー多いっすね。てか、スパッキーも強いですね。間違いなく。なぜなら、ザッピー増えたらロイフグ増える。ロイフグ増えたらロイフグに勝てる。ウェイ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 。これキングワンチャンいけねえかな。と思いつつも、はいいミニペッカですね。あ、待って、タギがよくね。いや、ワンチャンあるけどな。いや、このね、メガゴが。あー、俺の。いやー、まだ耐えれるぞー。いいぞー。いやー、ファイボ。メガゴがね、意外と優秀ですね。あの、スケが全部どっか行っちゃうっていうやつですね。まあ、ここ一回スケラ防衛挟んで、スケラ防衛挟みつつの耐えて、最後にワンパン。え、これマジで僕勝ちますよ。本当に。とか言ったら、ジャイが止まんなくて終わるっていう感じかな。いや、ジャイは止まれ。うい、止まる。いや、マジであるっすよ、これ。本当に、スケラ防衛してるんで、一回攻めれないっすけど。いや、なんか、あ、やべえ、あ、滝が。やべえ、終わる。やる。うい。で、いや、いい。めっちゃいい。うい。うい。いや、耐える。相手やってる。いや、これ真ん中マスケか。いらっしゃーい。いや、来ねんかい。かーけ、終わりましたね。いやー、まあ、スパーキーかな。でも、勝てると思うんですけど、なんか、序盤、あれか。僕がスケラ打ったのに、まあ、スパーキーの竹をスケラに行かせたいスケラ打ったけど、行かずに、まあ、ナイトに向いちゃって、スパーキーを削れず、まあなんか、そこで終わっちゃったみたいな感じですかね。初っ端で攻めずに、もう一回後ろから行って、防衛スケラーしてやっとけば多分負けなかったですね。はい。というわけで、もう一回スパーキー来い。ボコボコにします。とりあえず、ロリババ転がして、コウモリ珍しいですね。まあ、ザビアはね、とりあえず、世界一アンパイセパレート、アーチャーの次にね、スパレート優秀ですから。で、ラバ。待って、今日の動画、ラバとスパーキーとしかやってないんですけど、大丈夫かな？同じデッキしかいない。犬くのむずいな。とりあえず溶かします。で、ディガー来たら拾う。よいしょ。拾って。で、この間に、もう僕がザッピーが回ってるので、よし、ヤナムサイター。で、ゴボリも頑張ってくれるでしょうと。なんならゴボリ、これ、生きねえかな？生きねえか。逆サイバルン来たら、もう檻で釣ってあげて、よし。いや、ラバー、あるいはザップですね。てか、多いですね。なんかラバーとスパイキーがまたほら。って感じで、
あ、これ絶対うざい。これ初速速くなったから、これタワーに打つんですよね。うわ、え、めっちゃいい。やば、来た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 。これ多分鬼削りますよ。いやー、いいですね。やば、そんな入るっていうぐらい入ってる。まあ僕としてはありがたい。で、まあ、バレーが来るのか何が来るのか知らないんですけど、バレーでしたね。さあ一旦こう、え、待って、ルート競争引っ張りますよね。でこれをしっかりバルーンにやってるように出しつつ、あー、このディガー拾えなかった。オッケー、でもザッピーやば。ザッピーだけでラバに勝てますね。なんか今までザッピーってラバに別に強いわけじゃなかったんですよ、この子たち。正直ね、正直ラバ引いたらちょっとつれえなって感じだったんですけど、ラバ引いたらちょっと強いですね。感動ですよ、感動。これはもう、あー、これ先輩打ちたいところなんですけど、まあ打たずに結局マスケ回収でいいかな。来たらボーボーしてるんですけどね、結局。よいしょ。でこれ裏にザッピーを当てるとすごいおしゃれな気がしてきた、このインドラにね。でなんならこのマスケを、なんならマスケ、あー、なんならマスケ、あー、これマスケでいいっすね。おい、ザッピー、ザッピー、うん、ザッピー消えちゃった。えい、余裕で守れる。いやー、サテは強いですね。サテはコウモリとザッピー超強い説がありますね。コウモリいらっしゃい。確実にね、マスキーを処理してくると。まあ、あとザッピーあれば守れますね、ぶっちゃけ。まあ、ゴボリで守るんですけどね。よいしょ。はい、というわけで、まあ、ゴボリプラスザッピーがこう真ん中に集めて、両サイカウンターになる攻め、なる守り方みたいな感じでね。まあ結構ザッピーは悪くないですね。まあまたオーブンとかハイスピの動画も上げれたらね、非常に嬉しいかなと思います。というわけで、ラバルとスパッキーしか撮ってないんですけど、まあそんな環境なのかわかんないですけど、はい、というわけでまた動画上げます。とりあえず今日はザッピーの回でした。ザッピーまあ悪くはないですね、ちょっと強そうな印象を持てましたと。というわけで皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。